求めているものであります、皆さんの中には原発に関して賛成の方、反対の方、あるいは長期的には原発はない方がいいが、今の間は再稼働をやむなしと思っていらっしゃる方、いろいろいらっしゃることだろうと思います。いろいろあることはまあ当然だと我々は思っておりますが、しかし一点押さえていただきたいことがある。原発はですね、再稼働をさせることのメリット、デメリット、再稼働をしないことのメリット、デメリットを計算し、再稼働をさせる方がメリットが高いから、だから再稼働をさせると、そういうふうには全くなってないわけです。原発については再稼働すべきか、するべきでないかなどという選択肢は行政には少なくともない。行政及び電力会社は再稼働することが前提なわけですよ。それで、今躍起になっている。彼らにとっては再稼働の障害となるものが多いか少ないか、多ければ再稼働が厄介だと思うだけであり、基本的には再稼働をするという選択肢はないのです。原発のリスクやメリットを計算して再稼働をするなどということには全くなっていないのです。ですから、このまま原発を再稼働させることになれば、おそらくは東日本大震災の後もずっとですね、現在の原発行政が続く。そしてそれが日本の風土だけでなく財産まで食い散らかしてしまう。我々はですから原発の再稼働に反対しておるわけです。彼らが電力会社やそれから、行政がですね、再稼働のためになりふり構わぬというのは、いろいろな事例でもううんざりするほど語るネタはあります。例えばですね、最近私はですね、インターネットを見ていたらこういう恐るべき情報がありました。神社本庁がですね、原発再稼働のために、原発建設のためにですね、原発の建設に反対する宮司を免職した、こういう恐ろしい話がインターネット上にありました。どうも、上関原発ですね、山口県の上関原発を作るために、ある神社の神社を鎮守の森を潰す必要があった。そこでそういう交渉をですね、その宮司さんにした。ところが宮司さんはそれに、うんと言わなかった。当たり前ですね、神道の信仰で言えば一木一草にも神が宿る。ですから鎮守の森を簡単に潰してはならない。そういうふうに宮司さんが考えるのは当然であります。そうするとですね、電力会社、その場合は中国電力ということになりますが、政治家およびなんと神社本庁、山口県、神社庁にまで働きかけ、そしてこの宮司さんをあらゆるやり方で妨害をし、宮司さんの活動をですね妨害し、そして最終的には辞表を出させたのか出させないのか分かりませんが、免職にした、こういうふうなことが起こっております。これは神社本庁に対してですね、電力会社および政治家が圧力をかけた、そこまでしてなりふり構わぬやり方で原発を建設したわけです。この事件で何よりも糾弾されるべきなのは中国電力ではなく神社本庁であります。彼らは自らの信仰を変えたんですよ。ですから最も糾弾されるべき対象は神社本庁である、中国電力ではない。これは疑う余地がありません。先日我々のこの抗議活動に参加してくれたある青年は、我々の同志であるある青年はこの話を聞きや、神社本庁に対し抗議活動を現在行っております。ですから私が10年前でこの問題について、あまり語る必要はない。
ただ一つ分かっていただきたいのは、鎮守の森をぶっ潰す、しかもそのために神社本庁や政治家にまで圧力をかけ懐柔し、そして原発を作る、これが今の原子力行政の在り方であり、電力会社の在り方なわけです。そして政治家や、そして神社本庁、つまり宗教界にまで利権共同体、利害関係を広げ、もちろんマスコミなどにも利害関係を広げ、そして原発がなくなれば、そういう利害共同体を持つ人たちがみんな損をする。したがって原発を再稼働させて、原発を廃炉にすることはできない、そういうふうな状況に持ち込む、これが彼ら原子力村電力会社のやり口なわけです。我々はこのような原子力村電力会社のやり方をですね、今後も放置しておくことにはならないんですよ。このままこのあり方を放置しておけば、間違いなく我が国は利権共同体に食い潰されてしまいます。絶対にそういうことがあってはならない。このような話を私はネットで見たとき、あれとそっくりだなと思いました。これは言うまでもありません。再生可能エネルギーの不足を中断したというあの事件です。今は告知に関してはまた受付を行うというふうに言っておるようですけれども、しかしあの事件、あれは原発再稼働のための陰謀ではないか。原発を再稼働させるために再生可能エネルギーを買うのをやめたのではないか。あるいはもっと過激な意見としては、このままでは再生可能エネルギーの方が原発よりもコストが安くなってしまう、そのことが、そういうふうな状態になってしまうのがまずいので買い取ることをやめたんだ、こういうふうな話が、よく流れておりました。これについてはもちろん構造であり、どこまでが事実なのかは分かりません。それはまあ電力会社の人だって当然分からないでしょうね。電力会社の人が主観的にそういう意思で、決定をしたわけじゃないでしょうからね。ただこういうふうにしか思えない決定をしたわけですよ。例のデタラメな再稼働、避難計画の下で再稼働をやろうとしている、そしてさっきの鎮守の森を潰して原発を作ろうとする、こういう電力会社および原子力行政の在り方を見ていると、原発再稼働のために再生可能エネルギーの接続を中断した、あるいはもっと言えば再生可能エネルギーのコストを上げるために、原発よりも再生可能エネルギーのコストが安くなったらまずいために出力を中断した、こういう言い方が私にとってはやたら説得力がある、そう感じるのは私だけではないと思うんですね。どうでしょうか。デタラメはもう最近の新聞たちでもいろいろあります。毎週言っておることですけれども、避難計画もデタラメです。薩摩仙台市議会が原発の再稼働を止めるという決議をしたというのはニュースがニュースに、報道されており、皆さんもよくご存知のことだと思います。しかしこの再稼働の合意というのは4点においてデタラメであります。まずその1、合意が必要なのが薩摩仙台市とそれから鹿児島県だけであるとされていること、ここはされていることが、重要です。法的根拠は何もありません。そういうふうにされているということ、それから周辺自治体30キロ以内は
原発再稼働についての意思表明権はないにもかかわらず避難計画を立てなければならないということ、そして3点目、そんな避難計画が本当に魂のこもった避難計画になるはずがない、実際に避難の時に、避難通路として使われている橋は間違いなく地震が起こった場合は倒壊することが待ちて倒壊するだろうと言われている、そういう橋を使って避難計画するという非常にずさんな避難計画になっておるようです。この避難計画をチェックする機関が何一つない、これが3点目ですね。そして4点目、福井知事故で分かったことは避難計画30キロで足らないということ、最低どんなに目にできても50キロは必要であるということ、このように4点にわたって私が知る限りです。もっと原発についてよく勉強していらっしゃる方はもっといろいろ挙げられるかもしれない、しかしこの4点が、問題としてな避難計画として大きな問題である、それにもかかわらずこのようなずさんな避難計画であるにもかかわらず原発を再稼働させようと思っている九州電力は一体何を考えているのか、そしてこの避難計画というのは原発の安全審査を行うと言われている原子力規制委員会の審査の対象になってないんですよ、避難計画は審査の対象になってない、現在いろいろですね説明会が行われておる、この説明会原子力規制委員会が行っておりますが原子力規制委員会に避難計画のことは聞けませんね、実際になんとこの説明会では避難計画のことを質問はできないとなっている、なんだそのタブーだらけの説明会は、説明会の体もなしてないわけですよ、もちろん住民は、そこで参加した人たちが納得するわけがない、当たり前ですよ、皆さんだったら納得しますか、原発を再稼働するための説明会でいざ事故が起こった時に避難計画が立てられていない、もしくは極めて不十分だという可能性が高い、そのことを質問しようとしたらこれは質問できないとなっている、そんな説明会で我々は納得できるのか、納得できないでしょ、納得できないにもかかわらず再稼働をさせようとしている、これが今の原子力行政なわけですよ、このなりふり構わなさ、これは私が最初に言ったように原発というのは再稼働させるべきかさせないべきか、そのメリットデメリットを計算した上で再稼働させるメリットの方が高いから再稼働させるというふうには全くなってないわけですよ、だからこのようなむちゃくちゃなことをやって再稼働させなければならないわけです、これだけむちゃくちゃな、おそらく外国であれば暴動が起こってもおかしくないような再稼働のさせ方をやらせているということは、これは我々日本国民は舐められているということです、これこそ金でほっぺたでも叩けば再稼働に文句はないだろうと言わんばかりのこのような原子力側の態度を我々は絶対に認めるわけにはいかないんです、ですから我々は原発に反対してくれとは言わない、これはいろいろな意見があっていいでしょう、原発はやっぱり長期的に見ると我が国のエネルギー安全保障のために必要だという意見、あるいは将来的には原発はない方がいいが今のところはエネルギーの安定供給のために必要だという意見、いずれ意見いろいろあって我々はいいと思いますし、そういう人とも議論をしていきたい、我々は再稼働反対だし原発も反対ですけれども、そういう人ともそういう人を認め議論していきたいという気はやむさかではありません、しかし
むしろ原発が必要と思っていらっしゃる方、そういう方に私は問いかけたいわけです。こんなデタラメな再稼働のやり方で原発を動かしていいのか、もしこれで仙台原発が動くことになればですよ、こんなずさんな避難計画の下で再稼働していいんだという、そういうことになるわけです。政府は間違いなくそう思います。電力会社もそう思います。そうすると日本のあちこちで極めてずさんな避難計画で原発が再稼働されていくということになります。アメリカのサンフランシスコ州では、原発が作られたのはいいのですが、避難計画が立てられない、たったこれだけの理由で原発が一度も動かずに廃炉になりました。これが普通の原発を持っている国の原発行政の在り方なんです。我々は原発に反対ですから、だからアメリカが素晴らしいという気はありません。ただまともに考えれば原発を容認するのであれば、そういう態度を取るのが当然であろうということですね。そして原子力規制委員会は世界で最も厳しい基準であるとよく安倍首相は言います。避難計画が対象になっていないような、このような原子力規制委員会の審査基準がどこが世界で一番厳しいんだ、冗談も休み休み言えと、そういうことです。じゃあ避難計画だけでなく福井事故、燃料棒、現在どうなっているんですか。いまだに燃料棒は見つかっておりません。したがって地下のどこか奥深いところで燃料棒は今でも放射能を発し続けているはずです。原発が収束した、原発事故が収束したどころの騒ぎではない、燃料棒すら見つかってないんですよ。ところが外国の原発行政ではコアキャッチャーといって燃料棒はきっちりと取れるような、そういう施設を作ることが要請されております。この点から考えても原子力規制委員会はきっと世界で、最も厳しい審査基準だということは言えないんだ。むしろゆるゆる甘々な審査基準であると私は断言したいと思っております。そして原子力規制委員会は当然避難計画についての審査はできない。であれば規制委員会が合格を出したからといって、これは安全性を全く保証するものではありません。現に原子力規制委員会の田中伸一委員長は合格を出したからといって必ずしも安全性を保証するものではないと、こういうふうに言っております。ところが経済産業省の前、まあもうすぐ前前になるでしょうけれども、今のなんかいろいろとなかなか素敵な趣味をお持ちの、大臣ではなく、その前の小渕大臣は、経産大臣は何と言ってたか、安全性が規制委員会によって安全性が確認されたと、こういうふうに言ってるわけですよ。お互いの、意思のすれ違い、もちろんこれはもし事故が起こったときは責任のなすりつけ合いになることは日を見るより明らかであります。もうこういう行政をやめさせようじゃないですか。お互いに責任を取らず、微妙に責任をずらし、責任のなすりつけ合いをする、このようないい加減な行政の下で再稼働をするのであれば、絶対に再稼働させない、もうちょいまともな再稼働の計画を立てろと、そういうふうにして突っ張れるべきではないですか。そういうふうに思っております。
水量で同時に仙台原発再稼働反対の抗議が行われています、東京では有名な、首相官邸前、それから今日は東京の宮殿の東京支店、東京支社前で連日抗議が行われていて、今日も今この時間おそらく行われていると思います。それら全ての抗議の声を我々は直接この宮殿本社ビルに届けたい。スプレッコール再稼働反対、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 原発反対、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 仙台原発再稼働反対、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 限界原発再稼働反対、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 すべての原発再稼働反対、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 再稼働反対、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 原発いらない、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 仙台廃炉、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 限界廃炉、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 今すぐ廃炉、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 仙台原発今すぐ廃炉、仙台原発今すぐ廃炉、限界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 原発今すぐ廃炉、すべての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 原発今すぐ廃炉、原発反対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 、再稼働反対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 、仙台原発再稼働反対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 、限界原発再稼働反対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 、すべての原発再稼働反対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 、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 再稼働諦めろ、諦めろ。
職。我々は仙台原発の再稼働申請を九州電力が取り下げることを求めて今ここで抗議活動をしている、君たちが、大変今苦しい状態にあるということはいろいろ新聞等の報道で知っているが、しかしあなたたちは電力事業者として九州に電力を安定供給させること、それが仕事であり、しかもそれを安全に供給すること、それが仕事であると思っているけれども、こんなめちゃくちゃなずさんな避難計画の下で原発再稼働させるというのは、あなたたちの電力事業者としてのプライドが果たして許すのか。こんなデタラメな避難計画をあなたたちの会社の経営の事情で認めるなんてことが電力事業者のプライドとして許せるのか。今原発を再稼働させることのメリットはあなたたちの経営問題以外には何にもないということはもうかなり広く知れ渡っている。原発はコストも高い、火力発電、水力発電、よりもコストが安いのは愚か。コストが高いと言われている再生可能エネルギーと比べても将来的にコストが高くなるだろう、原発の方が高くなるだろうと予想されているわけです。にもかかわらずなぜ再稼働をやろうしようとするか。もし原発を再稼働させなければあなたたちの会社の不良債権が増えるから、つまり原発がこれが単なる損益に計上されるから、たったそれだけの理由だというのは明らかなわけですよ。たったそれだけの理由のためにこの危険な原発を、しかもデタラメな避難計画を行政が立てている下で再稼働させる、これは電力事業者としていかがなものか、いや社会人としていかがなものか。そんなに会社が大事か。あなたたちにもし電力事業者としてのプライドがあるならば、政府に対し我々のためにやっていただいているのは本当にありがたいのですが、こんなずさんな避難計画の下では、もし事故が起こった時我々は責任を持てませんので、申し訳ありませんが、もう少しまともな避難計画を立ててください。その上で再稼働をよろしくお願いします。そう頼むのが筋ではないのか。まともな電力事業者としての誇りを取り戻してほしいと我々は切に願っております。九州電力は安全神話から脱却し、不十分な避難計画の下での仙台原発の再稼働申請を取り下げろ。直ちに再生可能エネルギーを最大限に受け入れられるよう必要なインフラ整備の準備をせよ。
準備をせよ。九州電力は原発依存の体質を直ちに転換し、再生可能エネルギーの開発を促進せよ。促進せよ。九州電力はじゃなかった、電力会社は自分たちを安全圏に置いた上で、下請け孫請けの業者に原発に関わる作業を無責任に丸投げするな。丸投げするな。電力会社は福島第一原発の事故処理に関わっている原発作業員の健康と生活に責任を持て。責任を持て。九州電力は九州の住民と自然を危険にさらす仙台原発の再稼働をやめろ。やめろ。九州電力は仙台原発を不十分な避難計画の下での再稼働の先例にするな。先例にするな。九州電力は姿勢を正し、国民に危険を知らせる真実の情報を提供せよ。九州電力は原発停止を電力値上げの言い訳にするな。言い訳にするな。九州電力の社員諸君、九州電力に対する、信頼は非常に低いと言わざるを得ない。福一事故が起こった後、まだ人々の記憶も生々しい中、佐賀県で行われた、テレビ中継のある番組でですね、やらせメールを動員し、そして、再稼働原発を原発に反対する世論を牽制するなどという、姑息な手段をやっているということを我々は忘れていないし、そういうことをやっている、九電が再生可能エネルギーの接続を中断する、申請を中断する、そういうことをやっても、おそらくは原発再稼働のためのこれぐらいにしか我々は思えないわけです。この信頼を失っている九電が信頼を取り戻すためには、別に我々は原発再稼働を諦めろとまでは言わない、とりあえず今日は言わない。ただこの行政が進めているデタラメな避難計画の下での再稼働は申し訳ないけれどもできません。我々は民間企業ですから、これで事故が起こった時には責任は持てません。そういうふうに言って、とりあえず再稼働申請を取り下げる。もちろん我々はそれだけでは不満だが、しかしこれをやっただけでも、やっぱり九電というのはなかなかやっぱり職業プロ意識があるな、安定供給、電力の安定供給、安全な安定供給について考えているんだな、そういうふうに世論を動かす力がひょっとしたらあるかもしれない。ですからまずとりあえず我々は多くを望まないんで、最低限避難計画を、こんな状態の下での
再稼働申請は取り下げますと。ただ一言、そういえばそういうこと、それをとりあえず我々は今日は望みます。もちろん原発を本当に再稼働させるのであれば、今までつけてもらわなければいけない落とし前はいっぱいあるんですよ。あの事故の責任者は一体誰なのか、そしてその人たちは刑事責任は負わなくていいのか、そういう問題まで含めていっぱい本当は言いたいことがあるが、とりあえずあなたたちの電力事業者としてのプロ意識、これにまずは期待したいと、こういうふうに思っております。九州電力は完全神話から脱却し、不十分な避難計画のことでの仙台原発の再稼働申請を取り下げろ、取り下げろ、脱原発を実施し、子どもたちの命と麗しき産業を守れ。情報操作をやめ、命優先の情報を提供せよ、提供せよ。九州電力は直ちに再生可能エネルギーを最大限に受け入れられるよう、必要なインフラ整備の準備をせよ、準備をせよ。九州電力は原発依存の体質を直ちに転換し、再生可能エネルギーの開発を促進せよ、促進せよ。電力会社は自分たちを安全圏に置いた上で、下請け孫請けの業者に原発に関わる作業を無責任に丸投げするな、丸投げするな。電力会社は福島第一原発の事故処理に関わっている原発作業員の健康と生活に責任を持て、責任を持て。九州電力は九州の住民と仙台原発の再稼働をやめろ、やめろ。九州電力は仙台原発を不十分な避難計画の下での再稼働の先例にするな、先例にするな。九州電力は姿勢を正し、国民に危険を知らせる真実の情報を提供せよ、提供せよ。九州電力は原発停止を電力値上げの言い訳にするな、言い訳にするな。ご通行中の皆さん、我々は、仙台原発の再稼働に、反対をしております。仙台原発再稼働申請を九州電力に取り下げるよう求めているものであります。昨日、もう 2,3 週間ぐらい前になりますかね、九州電力が再生可能エネルギー固定価格買取制度というものがありながら、再稼働再生可能エネルギーの買取を中断するということが起こりました。私はですね、まあなんか新聞記事を読んでいると、まあそれなりに最もな、理由がありそうだなという感じがしたんですが、しかし九州電力というのは過去にやらせメールとかをやったことがある前歴のある企業です。
ですから宮殿が言うことは鵜呑みにできんなと、そう思い私はいろいろと調べてみましたが、そうするとですね、結構いいことがいろいろ分かったんですね。というのは、なぜ再生可能エネルギーの接続を中断したか、実はこの秋、ちょうど今ぐらいの期間の発電、九州全体の発電の基準値が、だいたい800万キロワット。ところが、現在、申請中、およびも申請中の再生可能エネルギーで、なんと1200万ワットを超える発電ができるということです。ということは、もちろん、再生可能エネルギーですから、雨が降ったら発電はできない。そして、夜は発電ができない。ソーラー、太陽光が多いですからね。というふうな限界はありますが、しかし、十分再生可能エネルギーだけで、十分九州の電力が、まあ夏のピーク時はともかく、この時期であれば、賄えるということを調べれば分かりました。調べた結果分かりました。これは、ああ、調べた甲斐があったなと思ったんですね。ということは、うまくいけば、これぐらいの時期であれば、火力発電すら使わなくても再生可能エネルギーで十分発電が賄える瞬間があるということです。もちろんそれがずっと使えるとは言いません。しかし少なくとも原発なんかいらないレベルで再生可能エネルギーが、で十分原発はいらない分の電力が賄える、そういうことが分かったわけですね。で、例えば他にですね、再生可能エネルギーがつまりこの時期であればピーク時をはるかに超える発電ができるのであれば、例えば揚水発電、原発では使ってますね揚水発電、なぜか原発のコストに揚水発電を入れてませんが、揚水発電というのは夏、夜電力が必要ない時期に原発の電力調整はできませんから、この余った電力を揚水発電に、ためておくと非常に無駄な発電だなと思ってましたが、太陽光の場合は無駄ではない、そういうふうなやり方で電気をためるやり方もある。これから宮殿で余った電力は中国電力、関西電力に回せばいいわけです。関西電力はそんなに電力が余るわけではありません。再生可能エネルギーで電力が余るなんてことはないわけです。そういうところに回せばいい。そういう電力の供給のシステム、これさえ作ればですね、実は再生可能エネルギーで十分賄えるという、そういう事実が分かりました。これは宮殿が再生可能エネルギーを受け入れ、接続中断してくれたから、僕が勉強したので分かった、この点では私は宮殿に感謝をしたいと思っております。そしてもう一個分かったこと、電力会社やそれから 原子力村、そして行政はですね、再生可能エネルギーのネックとしてコストがかかるということをよく言っておりますが、これも調べれば確かに今の日本では再生可能エネルギーはコストが高いかもしれない。しかし長期的に見れば原発のコストとあまり変わらないどころか原発のコストよりも安くなるであろう、そういうことも分かりました。ですから我々は原発なんてろくでもないものをですね、使わなくても十分電力は賄えるんだということですね。これを我々は確信したわけですよ。宮殿が再生可能エネルギーを受け入れるのを中断してくれたおかげでいい勉強ができました。このことは宮殿や電力会社にとって非常に不幸な真実なわけですね。ですから再生可能エネルギーを中断しているのではないか、そういうことを言っている人もいます。私は
粗くなせこいことをするとは思いたくありませんが、しかし宮殿にはやらせメールという前歴があるわけです。そういう姑息な手段を過去に使っている以上、再生可能エネルギーに関してもそういう姑息なことを残念ながらやっているのではないかと思わざるを得ないというのが正直なところです。ですから原発はなくても十分電力は足りる、どころか原発の方がコストがかかる、しかも危険性が高い、エネルギー安全保障の観点からも原発よりは地熱発電を使った方がいい。なぜなら我が国ではウランはほとんど取れないからです。地熱発電はエネルギーが無尽蔵にある再生可能エネルギーであり、しかも火山国我が国にとっては非常に適当なものであり、しかも、ベースロード電源になり得るわけです。なぜなら地熱発電は24時間発電できるからですね。ところが原発を再稼働させるようになってから宮殿は地熱発電についてはほんと力を入れなくなったわけです。まあそれは多めに見てあげよう。今から地熱発電を頑張ればいいし、再生可能エネルギーの開発および受け入れ、これをきっちりと頑張ればいいわけです。原発は再稼働させてはならない。少なくともさっきからずっと言ってるように、そんなデタラメな避難計画のもとで原発を再稼働させては絶対にいけない。九州電力は安全神話から脱却し、不十分な避難計画の下での仙台原発の再稼働申請を取り下げろ、取り下げろ。脱原発を実施し、子どもたちの命と麗しき産業を守れ。推進を継続するための情報操作をやめ、命優先の情報を提供せよ、提供せよ。九州電力は直ちに再生可能エネルギーを最大限に受け入れられるよう必要なインフラ整備の準備をせよ、準備をせよ。九州電力は原発依存の体質を直ちに転換し、再生可能エネルギーの開発を促進せよ、促進せよ。電力会社は自分たちを安全圏に置いた上で、下請け孫請けの業者に原発に関わる作業を無責任に丸投げするな、丸投げするな。電力会社は自分って福島第一原発の事故処理に関わっている原発作業員の健康と生活に責任を持て、責任を持て。九州電力は九州の住民と自然を危険にさらす仙台原発の再稼働をやめろ、やめろ。九州電力は仙台原発を不十分な避難計画の下での再稼働の鮮明にするな、電力は自然を正し、国民に危険を知らせる戦術の情報
停止を電力値上げの言い訳にするな。言い訳にするな。じゃあ、次は、ちょっと喋った最後に、はい、ご通行中の皆さん、我々は、仙台原発を再稼働させようとしている九州電力に対し、抗議の活動をしておるものであります。原発についてはいろいろな考えがあるでしょう。我々は脱原発、原発の再稼働を反対、および原発全てを廃炉にすることを求めておりますが、中には原発は必要であると、あるいは今しばらくは必要である、最終的には廃炉にし脱原発をやる必要あるが、今しばらくは必要である、そういうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。しかし、まあ、もちろんそれに対しても我々はいろいろ反論はありますが、ただそういう意見があることはわかるし、そういう方だと否定する気はありません。ただ現在の原子力行政というのは原発のメリットデメリットを計算し、そしてその上でデメリットよりもメリットが勝っているから再稼働させる、そういうふうにしてないんですよ。もう再稼働ありきなの。最初から再稼働ありきで進めております。そのことの表れがこのデタラメな避難計画です。事故が起こった時の避難計画が極めていい加減、そしてこの極めていい加減な避難計画について原子力規制委員会は審査をする権限を持ちません。避難計画に対して審査する権限を持たない原子力規制委員会のことを安倍首相は世界一厳しい審査基準だなどという大ボラを吹い取るわけですよ。そして前経産大臣、小渕前大臣が、今の大臣もそういう発言があったのか知りませんが、原発は原子力規制委員会の OK が出たから、安全性が確認されたと、こういうふうに言っております。ところが原子力規制委員会は合格を出したからといって必ずしも安全であることを証するものではないと言っている。このズレは一体何なのか。これは責任のなすりつけ合い、それ以外の一体何なんでしょうか。事故が起こったときは間違いなく責任のなすりつけ合いを行う、お互いに何か妙な言い訳をやりまくって、そして再稼働 OK のような雰囲気を作ろうとしている、こういう詐欺みたいなことを平気でやって再稼働させようとしている、我々はそのことに我慢がならないわけです。もちろん原発が危険である、それも大きな理由でしょう。しかしそれだけではなく、このような原発行政のデタラメさ、そしてこのデタラメな原発行政の上で再稼働させようとしている九州電力の在り方、これが許せないから我々は抗議活動をしております。抗議の意味に意思を込めて全日本の歌を提唱、デキラの数値に何騒ぎ、デキラの数値に何騒ぎ、飯至る民世に踊る。
空正義に結ぶ松が丘が距離百万へ至りて散るやバンダの桜花天皇怒り勝ちの声かそのただならぬ響きあり神栄語の眠りより覚めよう日本の朝ぼらけ風鳴なんぞ夢の後消えざるものは人生に感じては正義を誰か影九州電力は仙台原発の再稼働申請を取り下げろ。